皆さんこんにちは、発行人の大川です。今回は野球部訪問です。第92回選抜高校野球が3月11日に中止となりましたが、4度目の甲子園出場を果たした白樺学園さんに伺いました。取材に伺った3月30日は雲一つない見事な十勝晴れ。グラウンドには雪はないが一部コンディションの悪いところもあり、グラウンド練習は午後からとなった。同校は自粛期間を経て24日からチーム練習が再開。砥出監督、主将の行天君にも取材させていただきました。投手陣の片山君、坂本君、奥村君のピッチングを紹介いたします。また動画の最後には白樺ナインに夏の甲子園に向けて気合の掛け声も。それではご覧ください。室内練習場は2カ所あります。ここは、この室内練習場はブルペン、もっぱら投手陣の投げ込みだとかトレーニング施設がここにはあります。照明施設も、照明設備もあります。今朝だいぶ冷え込んだらしくて、まだまだこの辺縛れてますね。まだ縛れてます。ここからちょうど良くなるのかな。もう一つの室内練習場は校舎側にある室内練習場で、そこではバッティングなんかをやるということです。以前十勝道東ボーイズのチームホームなんかにもね、その室内練習場を十勝道東ボーイズとか借りて、その辺を取材させていただきました。おはようございます。
はいよ。では白川学園豊田監督よろしくお願いいたしま す。一番最初お尋ねしたいのは、選抜大会が中止になりましたけれども、その時に選手たちまた監督はどのように知ったんですか。はい、まずは、テレビでですね、自分の方とスタッフとあと校長学校関係者含めてテレビの方で見てまして、それで日本高野連から正式にちょうど中継があったので全国放送ですね、それを見て中止っていうのを正式にテレビを見てですね、で日本高野連 の会長とあと毎日新聞社の社長さんと見て正式に発表した状況でした。はい、そうだったんですね。はい、なるほど。じゃあ直接その前に何か連絡が事前にあったわけじゃなくて、もうまあ、我々も見てましたけれども、テレビを見て、そうですね、はい、はい、で4日の発表で11日まで延、まあ、決断が伸びて、はい、っていうところだったんですけれども、はい、まあ、その前の話ちょっとまた戻ってしまうんですけれども、監督選手たちの思いってちょっと複雑だったと思うんですよね、はい、4日の時点では。はい、でも とにかくまあ無観客でもできるっていう方向で進んでったわけですよね。そうですね。それでトレーニングされたんですよね。はいはい、でその11日が中止が決定したんですけれども、はい、その時の選手たちの反応っていうところだったんですか。そうですね、自分はすぐ記者会見だったので、テレビを見てで校長と確認してですね、この後記者会見の準備ができてたので、でそのまま、すぐ記者会見をしてですね、で生徒はその時に寮にいたので、寮でテレビを見て先ほどの形で全国放送あったので、あれで中止っていうのを知って、はい、それでその後、まあ、こちらで記者会見があったもんですから記者会見をして、その間は生徒と会えなかったので、で記者会見をこちらの方でして、でまあ、生徒に向かってっていうような感じで、まあ、テレビ画面を通じてっていう形になるかと思うんですけど、非常に残念で無念ですっていうような話をちょっとさせてもらって、本当に生徒が一番その甲子園に向けてやってたので、一生に一度しかない中の部分の気持ちでやってたものもいると思うので、本当に今回もこの中止についてはということで話させてもらって、その後に記者会見終わった後にですね、記者の方々にもこの後生徒にと会って校長と共に、行ってですね、生徒の前で今回中止になった件を話ししなきゃいけないのでということで、会見のその後の質疑とはちょっと取らずにですね、そのまま寮に行って寮に生徒を集めてたので、そこで校長からまず今回の中止についてと、あと自分の方からも、まあ、正直なところその日の練習 もう甲子園行って練習する、あ、練習じゃなくて試合があるっていう気持ちで無観客で、行われるっていう気持ちで生徒もそうですし私もやってたので、
なのでちょっといきなり中止になったっていうのはですね、生徒たちには言ったんですけど、正直生徒見てるとまだその、実際に本当に中止になったのかっていう感覚が多分なく、多分びっくりしているような状況で、ただこの後はちょっと練習がもうできないので、もう自宅に戻るような形で、なってしまうっていう話もさせてもらって、なので、その場では切り替えれっていう話的にはちょっとできないので、今回はこういうふうにこれらの方からも最善をいろいろこう、大会に向けて開催に向けてやってくれた中で努力してくれたんだけども中止になってしまったっていうところで話をさせてもらって、この後もう夏しかないので夏に向けてっていう話だけをさせていただいて、あとはちょっと切り替えれっていうのはちょっとその場で見ててもですね、やっぱり生徒もちょっとみんな動揺してる感じだったのでちょっとできなかったなっていうところですね。なるほどです、はい。自粛期間を終えて練習を行い始めたのは、はい、いつからですか？3月の24日の方を再開っていう形でさせてもらった感じですね、はい。何しかやられてるわけですけど、子供たちはどうですか？少し気持ちの方は切り替えて。そうですね、24日の日に来てですね、はい、そうですね、自分が24日セットだった時にはちょっとあれしたのはみんなで集まったからかもしれないんですけども、思ったより暗くなかったんですよね。なんか逆にこの間で切り替え終わったのかなっていうぐらいですね、前向きにほとんどの生徒が言ってはで、チームで切り替えて前向きにやっていこうぐらいの感じで練習始まったんですけど、最初どうかなと思ったんですけども、やっぱり久しぶりにやっぱりこのみんな集まったっていう、顔を合わせてられたっていう、その仲間が出会えたっていうの でグラウンドでっていう、学校でっていうので、非常になんかその前の野球、やっぱり野球ができなかった感の方がちょっと辛かったんだなっていうのを感じてですね、やっぱりそれで生徒も野球のできるありがたさとか、当たり前に今までやってたのかっていうのを感じている中で、逆に本当に切り替わってるように見えてですね、ちょっと心配してたんですけど、ちょっと変な話、良かったなというか、前向きになって良かったな、それでその時にはあえてもう切り替えていこうということで、初日から前向きにどんどん行こうということで、夏に向けてっていう話はこちらからもさせてもらって、ただ全員で集まってどうしても仲間がいるからっていう仲ももしかしたらいるかもしれないんで、とりあえず一人一人ですね、個人面談を背番号順にですねちょっとやっていこうかなというところで、今途中止まったりはしてるんですけど、一人一人ですね今やってる状況ですね。もしかしたら本当にショックでみんなの前ではちょっと我慢してるけど、正直まだきついですっていう子もいたらあれなので、そういう部分も含めてですね、進路の今後先のことも含めて、いろんな部分も含めて一応個人面談を一人一人やっていこうという状況ですね、はい。そうなんですね、はい、もう何人かはやってるんですか？そうです、はい、順番にやっていますね、はい。選手たちはなんか、はい、切り替えて今度夏にっていう風な強い気持ちでやってるようにね、我々なんか見えちゃいましたけどもね。そうですね、やっぱり高校生の凄さっていうか、切り替えの速さっていうか、やっぱり逆にこう人生経験が長い人の方が引きずるなっていうかやっぱりそういう部分では切り替えの速さに驚いてるのと、あとやっぱり前向きになってるのと、はい、あとやっぱりそのやっぱエネルギーがあるんですね。次に向かってまた一歩踏み出すエネルギーがやっぱ高校生にはあるので、やっぱり、切り替えというよりもエネルギーの、その強さを感じますね、はい。生徒たちには常に夏の大会に向けてはやってますけども、春は流動的になる状況だぞということで、なので、まず目の前の目標をちょっと決めようということ で夏の甲子園はもちろんなんですけど、その前にどういうチームを作るかっていう、そのチームの作り方を今
生徒たちとですね、話し合って、でそれで徹底してやっていこうということで、まあ、練習やっている状況ですね。はい、あ、なるほどですね、はい。じゃあどんなことがあっても、ぶれずにやっていこうというところですね。はい、そうですね。はい、やはり北海道人としては、はい、その厳しい冬を乗り越えて、はい、春というのはやっぱり特別な思いだと思うんですよね。はい、その中で待ちに待ったところで、中で、はい、こういうことがあっても、はい、本当に前を向いて、しっかりそうですね、やられてますよね。はい、いや本当に今日はまたこの後、はい、室内練習場だとか、またグラウンドでは午後からそうですね、やられる、はい、まあ、午後からやってる姿を見たいので、あ、そうですね、なんとか、ね、はい、その辺もちょっと取材させていただきたいなと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。トレー監督でした。こんにちは。こんにちは。キャプテンの行天君です。はい、まずは本当に甲子園出場だったんですけど、こういった、ね、残念な結果になっちゃったというかね、あったんですけど、率直に中止と聞いてどうだった？そうですね、自分たちが、まあ、優勝をつかみ取ったものが、まあ、自分たちの目標としていた甲子園が、まあ、目の前から消えてしまって、まあ、残念なんですけど、まあ、あと1回、もう1回チャンスがあるので、夏に向けて頑張っていこうと思います。もうすぐ、もうすでに切り替えてるみたいなんだけど、でも中止と聞いたときは、もう相当な落ち込みでしょ？そうですね、まあ、2日、3日は立ち直れなかったっていう部分はありました。で、1回中止と分かって、で、行手君も寮に入っていて、1回自宅に戻された感じになったのかな？そうです。うん、どれぐらいの期間ですか、それは？2週間ぐらいです。それはまあ家で、まあ、体多少動かしたりはしてたんですか？はい、そうです。で、寮に戻ってこいということになって戻られて、みんなの顔を見てね、はい、どうでした？まあ、そうですね、まだ切り替えられてないっていう部分も、まあ、何人かいたので、うん、まあ、そういう人はまあしょうがないっていう部分になってると思うので、まあ、何日かで思ってくれればなと思いました。うん、で、24日から練習が再開されて、ね、で今日に至るんですけど、もうだいぶもうみんなも気持ちも戻ってきた感じなのかな？はい、そうですね、戻ってきてます。わかりました。じゃあもう夏に向けて頑張ってもらうってことなんですよね。はい、じゃあちょっと次はピッチャーのこと聞きたいなと思うんですよ。はいはい、でピッチャーまずは片岩君、はい、どんなピッチャーですか？そうですね、まあ、いいまっすぐを持ってますし、それに比べてカットボールも、まあ、切れているので、まあ、たくさん球種を持っているので、それをうまく配球できたらなと思います。はい、なるほど。あと右のサイドの坂本君いますけど、はい、坂本君はどんなピッチャーですか？そうですね、まあ、まっすぐがすごく動くんで、まあ、左右使ったり、まあ、高低使ったりして、まあ、打ち取っていければなと思います。うん、2人、リードしていてこんなこと注意してるとかってありますか？そうですね、まあ、甘くいかれたらもう、まあ、2人ともいかれると思うので、まあ、うまく左右使ったりして、まあ、右打者だったらインコースの高めのけぞらすようなボールを使って、まあ、うまくリードできたらなと思います。それと、秋優勝して、明治神宮大会出場して、すごい戦いを見せてくれたんですけど、まあ、準決勝で県大高崎に、はい、惜しくも敗れましたけど、あそこの強豪の、ね、関東の、まあ、チャンピオンチームですよね。まあ、敗れはしましたけど、なんかこう手応えみたいなのをつかみました？そうですね、まあ、関東なんで、まあ、冬場とかでも雪は降らないんで、まあ、外で練習できる中で、まあ、1点差の、まあ、ゲームができたので、まあ、良かったと思うんですけど、まあ、相手のチームの方が、まあ、1球に対する思いというか、そういうのが勝ってたと思うので、自分たちにない野球をしてきたので、そういった野球を自分たちができれたらなと思います。すごいやっぱりいい刺激になった？そうですね、なりました。また全国のレベルも分かったし、はい、ね、まあ、最後の夏ってことになりますけどね、ぜひ頑張ってもらいたいなと思います。はい、行手君どうもありがとう。はい、ありがとうございました。はい、行手キャプテンでした。
背番号1の片山来久投手、3年右投げ左打ち、身長177センチ、体重75キロ、球種はストレート以外にカットボール、スライダー、縦スライダー、チェンジアップ、ゆったりとしたフォームから回転の綺麗なストレートは威力がある。真後ろから見ると球筋の良さがよくわかる。癖のないフォームでまだまだ伸びしろを感じる逸材。変化球は120キロ台のスライダー、縦スラがいい。またバッティングでも鋭いスイングは注目すべき選手の一人。打者としての評価も高い。背番号10、坂本武蔵投手、3年右投げ右打ち、身長168センチ、体重80キロ、上背はないががっちりした体型で、右のサイドから投げ込む130キロ台のストレートがいい。綺麗な回転で投げ込むストレートはないが、どれも微妙に動く。打者にとっては厄介なボールだ。昨年の夏、上手投げからサイドスローにフォーム変更。このフォーム改造で手に入れたのがムービングファーストボールだという。真後ろから見るとそのボールの動きがよくわかる。背番号11の奥村修斗投手、3年右投げ右打ち、身長191センチ、体重85キロ。ご覧の通り恵まれた体格を生かした角度のあるストレートが最大の持ち味。野球は中学から旭川東北ボーイズで始めたという異色。指のかかった時のストレートは素晴らしく、これからの伸びしろを感じる。ストレート以外に球種はスライダーとカットボールを投げる。
よ。ごめん。ごめん。ごめん。ゴール。ごめん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 。フォームだけじゃないんで3つ、つなぐようにしてください。キャッチャーの声そんなだったら、まあ、内野以下通ると思うんで、声つなげるようにしてください。トレーナーとか声つなげるようにしてまあ1・3塁の場面とか、まあ、点差全然離れてない時、あのゲッツー絶対取るようにします。取りミスだったらもう失点するんで、それだけは避けるようにします。ボールセーフと。タッチコースに来ないとアウトにならないんで、シートアップからそういうところを意識するようにしてください。はい、あらー、夏甲子園行くぞ。